こんにちは、レプト兄弟です。本日紹介するのはこちら、セイントクロスマイス眠りを司る神ヒュプノスになります。セイントセイヤ冥王ハーデスエディション編に登場しました双子の神の一人。もう見てもらえばわかる通りボス感全開だよね。まあ俺ね、ヒュプノスの方でレビューしてなかったんだ。まあそういった形で急遽こちらのヒュプノスの方レビューの方させてもらいたいと思います。まずは箱の方から見てみよっか。やっぱね、当時の無印の箱ってすごくいい。まあなんでいいかっていうと、これだよこれ。アニメ劇中のイラスト画が映ってるんですよ。まあこれもある日突然なくなったんだけどね。まあ文面の方から見てみよっか。冥王に仕えし眠りを司る神、静かなる闇へと誘うエターナルドラウジネス。やっぱボス感すごく出てるよね。発売されたのが2008年にバンダイさんの方から発売されてるんですよね。もう13年前なんで、かなり古いものになります。で、横の方はオブジェ形態のイラストが、まあ、当時のマイスになるんで開き戸になっていますね。じゃあ後ろの方を見てみる。後ろはこんな感じ。ポージングなかなかかっこいいんじゃねえかな。で、こちらなんですけども、今回マント、方位ですよね。まあ、初登場のヒュプノスのこの姿が再現できるのかな。で、オブジェ形態無印ながらすっげえクオリティなんじゃないかな。で、顔の表情パーツなんですけども、一種類しか入ってねえのかな。これがすごくいいんですよね。ヒュプノス、タナトスが封印されていた性質が付属しているんですよね。早速こちらの方開封してみたいと思います。はい、開封しました。 V スターケースはいつものように全部で2つ入っていましたよ。まずは1個目の方から見てく。こちらがオルティガのフィギュア素体になります。横にあるのがモビルスーツのパーツになるのかな。まあ1個目はこれで、2個目はこちらになります。オブジェ素体、こちらの方を使うことによってジェットストリームアタックを再現できる。悪ふざけはこの辺りにしといて、早速ヒュプノスの方にサープリス装着の方していきたいと思います。見てください、無印ながらパーツ数半端じゃなく多いよね。今回装着大丈夫かな。まあいいや、まずは気になるヒュプノスのフィギュア素体の方なんですけども、顔の表情どうす？まあ、似てるっちゃ似てるけど、まあ、劇中のヒュプノス、まあ、再現度は割といい方なんじゃないかな。ただね、どうしても今では EX が主流になってしまっているんで、まあ、古いっていうのもあるんですけども、ちょっと物足りね。まあ、それよりもね、すっげーね、残念なのがね、もう素体の状態ですでにこの足の付け根あたり関節にくっそ緩いんすよ。何この緩いさ。もうね、足の部分、まあここ大キャストじゃないですか。そもそもね、足の付け根耐えれてね、いやーこのあたりはちょっと残念だな。まあ当然個体差あると思うんですけども、ではね、今回も早速足の方から装着していこうか。まずは既存でついています足の方は一度外させてもらいますね。足の部分は妙に硬いような気がするな。足は硬いな。まあ足の方を外したら、まずは太ももアーマーですよね。じゃあ太ももアーマーをこちらに差し込んでと。太ももアーマー差し込んだら、いつものごとくスネアーマーを差し込みます。まあ今回はね、膝アーマーっていうのがないんで、このままでいいのかな。じゃあこちらを差し込んだら、ん？これ分割式だな。あ、ちなみにね、スネアーマーなんですけども、分割式、上の部分はダイキャスト、下の部分は、こちらはプラ製になるのかな。これ初めにはめといた方がよかったかな。ん、ここはね、今ここ見えるかな？ちょっと見にくいっすよね。突起が出てるんで、まあ、ここ溝になってます。こちらに引っ掛ける状態ですね。あ、これ初めに取り付けておいた方がいいかもしれません。じゃあこれを取り付けたら、足の方を元に戻させてもらいますね。これで片足装着しました。反対側も同じようにやっていきたいと思います。はい、両足の方装着しました。見てください。すでにね、この足の部分の大キャストの重みに足の付け根耐えれてねえよ。もうグラグラだよね。まあいいや。そのまま行きますよ。そしたら次は腹アーマーになります。手の方は一度万歳のポーズ取っておいた方がいいかな。あ、それよりもね、後ろ髪だけ先に外しておこうか。まあ無印マイスっていうのは引っ掛けるだけなんで、後で簡単に装着できるんですよね。じゃあこれを外していて、ん？頭部取らねえの？今日は取らねえっすよ。まあそしたら腹アーマーになります。まあ今回腰アーマーっていうのがないんですよ。ちなみにこの腹アーマーは縦に分割式になっています。そしたら腹の部分にまずははめ込みますね。じゃあこちら正面もはめ込んでと。まあ今この状態では全く固定されていません。ここで登場するのが両サイドのクソでけえパーツ。まあこれが腰アーマーになるのかな。この腰アーマーは
この部分ですよね、引っ掛けるタイプになっているんで、こちらにまずは引っ掛けますねと、うん、こちらを引っ掛けたら反対側も同じように引っ掛けますねと、まあサイドの腰アーマーは非常に簡単です。そしたら今度正面部分ですね、一度これは上げといた方がいいかな、なんか羽みてえだよ、まあいいや。そしたら正面部分はこちらになります。これちょっとよく見にくいんですけども、この部分に引っ掛ける状態なんですよね、中に入れ込む形かな。じゃあこちらも引っ掛けてと、うん、妙に緩いな。で、今正面部分になるんですけども、ここにリングがあるじゃないですか。これはブリスターケースに入っているときは別パーツでした。まああらかじめ僕が先に引っ掛けた状態になります。まあ正面がついたらひっくり返して、次は裏ですよね。後ろのパーツになるんですけども、後ろはここにはめ込むだけになるのかな。うん、この状態でいいですね。後ろの腰パーツをはめ込んだら、一度これは上の方に上げといた方がいいかな。上げといて正面戻しますよ。両サイドの腰アーマー元に戻しますね。これを戻したら後ろの部分下げてあげる形です。腰アーマー装着しました。次は胸アーマー行った方がいいかな。胸アーマーなんですけども、こちらになりますね。後ろ側がヒンジになっているんで、ヒンジの方を一度開かせてもらいます。ヒンジを開いたら胸の部分にはめ込みますねと。じゃあはめ込んだらヒンジの方を元に戻そうか。今ねこの状態では胸アーマー固定はされていないんですよ。ここに見えてるめちゃくちゃでけえクジャクの羽みたいの、これを取り付けることによって初めて胸アーマーって固定されるんですよね。まあ一番最後にこの羽はつけましょうか。そしたら腕アーマーですね。まあ既存でついています手首の方は一度外させてもらいますねと。こちら取って反対側も同じように外します。で、手首の交換パーツになるんですけども、今日も一個ずつ見ていこうか。まずは握り拳の状態、必ず入っていますよね。ただ当時の無印なんで、残念なことに手甲部分っていうのは分割式ではございません。まあ今日もこの握り拳つけようか。これとは別に、うん、手刀ではないですよね。開きのちょっと甘い状態。まあ、こちらのタイプが左右セットであるのと、まあ、必ず入っている開きの甘い状態。まあ、構えなんかで使うパーツかな。このタイプと、片側だけになるんですけども、人差し指を刺した状態。まあ、必殺技再現するときに必須ですね。これとは別に、手刀のタイプですよね。まあ、こちらが片側ずつ入っていました。じゃあ今日もね、握り拳の状態つけるってことで、とりあえずこのあたりは避けておきますよ。そしたら、まずは二の腕アーマーかな。二の腕アーマーは、この手のところにはめ込むだけになります。これをはめ込んだら腕アーマーですね。腕アーマーになるんですけども、これ僕組み付けた状態になります。ブリスターケースに入っている時は分割されていました。この部分、ダイキャスト、プラ製、まあ後ろの羽の部分もプラ製ですね。で、ちなみにこの羽の部分なんですけども、よく見えるかな?ちょっと見にくいかもしんねえ。この内側にね、LR の表記があるんですよ。まあこのあたり間違えないように取り付けた方がいいですね。腕アーマーの方も腕に差し込みたいと思います。じゃあこちらを差し込んでと。うん、なんか握り拳すっげえ取り付けにくそうだな。まあいつものように。握り拳の状態取り付けますねと。ん?入ってんのかな?これなんかうまく入ってねえような気がしなくもねえんだけど、入ったかな?入りましたね。これで片腕の方装着終わりました。反対側も同じようにやっていきたいと思います。両腕装着しました。次は肩アーマーっすよね。肩アーマーなんですけども、胸アーマーの上のところに溝になった突起が出てるんですよ。まあ、引っ掛けるタイプになります。ちなみに肩アーマーの内側、これ両サイド若干突起が出ているんで、まあ、ここにはめ込めばいいのかな。うまく入るかな。入るかな。ちょっと硬い感じがしましたね。今回のヒュプノスなんですけども、肩アーマーこの状態で終わりではございません。内側見した方がいいか。この部分に、この羽みたいのを取り付けないといけないんですよね。で、ちなみにここはボールジョイント式になってるんで、はめ込むだけでいいのかな?はめ込みますねと。うん、入ったかな?これで片側装着終わりました。反対側も同じようにやっていきたいと思います。はい、両肩装着しました。次はどうしよっかな。頭部行こっか。じゃあマスクの方を装着してみたいと思います。既存でついていますマスクを取り付けない用の髪型の方は外しますよ。で、こちらがマスクを取り付ける用の髪型。先にはめ込んじゃった方がいいかな。じゃあこちらをはめ込んだらマスクの方。まあマスクの内側突起が出ているんで、この溝にはめればいいんですよね。
じゃあこちらをはめ込んでと。マスクをはめるだけでクソかっこよくなったな。そしたら最後のこのクソでけえ羽、こちらの方を取り付けたいと思います。あ、ちなみにね、この羽もブリスターケースに入っている時はかなり分割された状態だったんですよね。まあこちらの方はあえて動画の方は出しません。羽の内側の溝のところに胸アーマーの突起部分出てますよね。はめ込むだけでいいのかな。じゃあこちらをはめ込んでと。あ、そういうことか。今ちょっと気づいた。この羽を取り付けることによってこの後ろ髪って取り付けることができなくなるのかな。この穴を狙って入れろってこと。なんかちょっと高難易度じゃね。あ、ダメだ、やっぱ入んねえよ。あ、この背中部分つけると後ろ髪って取り付けることできねえですね。これで眠りを司る髪ヒュプノスの方完成しました。サープリス装着しました。さすが神、無印マイスながらクオリティやばくねえすか。今見ても十分満足できるよ。全体的に見てみよっか。こちらがヒュプノスになります。サープリスのカラーリングゴールドとブラックが俺にはすっげえ刺さるんですよね。クソかっこいいよ。後ろの方も見てみる。後ろの方はすっげえクジャクみてえだな。まあ上の方の羽は全く稼働させることができないんですけども、下の部分っていうのは全てボールジョイントで接続されているんですよ。まあそういった関係上稼働させることは可能ですね。ただね、場所によってはすっげえ緩い。まあこの辺りは古いもんでしょうがねえかな。まあ前の方に戻しますよ。自立なんですけども結構安定した自立を保てるんじゃないかな。まあ素体だけだとすっげえ関節緩くて心配だったんですけども、サープリス着せてみたら割と安定してる感じです。まあ気になるね、顔の表情の方見てみようかな。じゃあこのまま行っちゃうっすよ。じゃあ頭部の方を拡大します。まあこちらが頭部のアップになります。顔の再現度がね、まあ悪くはないんですけども、今見ちゃうとちょっと物足りねえ感じがするな。で、顔の表情パーツ、残念なことに当時のマイスはこのノーマルの表情だけでした。叫びなんかつけてくれると非常に良かったんですけどもね。で、今回ね、別のバージョンがあるんで、そちらの方にも移ってみたいと思います。ローブ、装着しました。この姿も再現できるのはマジ嬉しいよ。神々しさ全開ですね。後ろの方も見てみる。後ろの方なんですけども、ここで初めて後ろ髪装着するんですよね。このお姿を再現する用の後ろ髪になるのかな。で、今回ね、このローブ以外に他でオプションパーツあったんですよ。それがこちら。封印された性質なのかな。めちゃちっちゃいですよね。で、一応蓋の方も開けることが可能です。この付属品もかなり嬉しいかな。ではね、オブジェ形態の方に移っていきたいと思います。こちらがオブジェ形態になります。無印マイスなんですけども、やっぱりサープリスすっげークオリティだよね。再現度は完璧なんじゃねえかな。まあ全体的にサープリスも綺麗に収まっている感じです。で、今回組み上げるのどうだったの。ちょっと俺舐めてました。人型なんでね、簡単に組めると思いきやまさかの1時間オーバー。結構ね、もう特にこの腰アーマーのあたり、ポロリが半端じゃなかった。もうね、この状態から全くもってバラしたくねえっす。今回紹介させていただきました、セイントクロスマイス、眠りを司る神ヒュプノス。まあ、10年以上前に発売された無印マイスってこと考えると、割とクオリティ高いんじゃないかな。サープリスの造形なんか今見ても十分満足できます。ただどうしてもね、顔ですよね。やっぱ古いだけあって、まあこの辺りはしょうがないかな。ただ残念なところが、まあこれは折れんのだけかもしんねえ、素体の関節緩すぎだよ。あとサープリスもね、まあ動画では若干カットさせてもらったんですけども、ポロリは半端じゃなかった。まあ古い分そのあたりはしょうがないのかな。で、今回レフト、なんで無印上げてんの。ヒュプノスって EX 発売されなかったっけ。そうなんですよ。まあこの動画は前置きになります。実はね、セイントクロスマイス EX でヒュプノスの方が発売されたんですよね。ただなんで今回この動画撮ったかっていうと、無印マイスの方が好きって方もね結構多いんですよ。まあ EX はどっちかっていうと細身じゃないですか。まあそういった形で今回こちらの無印のヒュプノスの方も動画の方を撮らせてもらいました。ではね、
こっからが本番だよ。まあこちらの動画は前半ってことで後半の方に続きたいと思います。まあ皆さんは後半がメインなんじゃねえかな。俺もそうなんだけど。ではね、後半の方でお会いしましょう。バイバイ。